ではね、今日も無料パック大量にあるので引いていこうと思います。ここにあるチャックだけはね、明日かな、夜にこのベースカードに変えるので失礼ということで、引いていこうと思います。ワイルドウエスト。今年の東じゃない、西か。結構きちいですね、と。ファイナルまで勝ち上がった段階で結構もう力尽きてんじゃないのかなっていうぐらいきついので、あれは。ということで、それに比べて東がね、楽すぎるかなと。ドリアン・フィニス・スミス。まあ、今のところ出てこない。ちょっと息抜きにこのアメジスト引いてみようかなと。何が出るんでしょうかと。これが1枚、あ、2枚あるとね、ダイヤモンドと交換できるんで、美味しいですと。シューティングガード、誰？カイリー？あれ？カイリーまた来たの？さっきカイリーをこの、まあ、見てもらったら分かる通りって、早く移動させて。さっきね、カイリーをこれに変えてきましたと。イコールチャレンジ。イコールチェンジか。何が来たのかな？ダイヤモンドだから、ハリバートンとかあのあたり？違うな、パワーフォワード。テイタンか。テイタンパワーフォワード？テイタンが。まあ言うて、このシリーズ2のね、やつ、バッジがあんまり良くないから、やっぱ、こっちのやつ使っちゃうかなと。エレトクトリックデラックス。何が出るかな？ 4 枚か5枚あるからね、パックが。いいのが出るんじゃないかなとは思うんですが、モハメド・バンバー。はい、しまった。こういうことが起こるんですよ。ということで、デラックスが4枚か。じゃあ、こっちから引いていきましょうかと。あそこのね、真ん中のアメジストシャックがちょっと気になっちゃいますか。ん？これ何？何？何色？これ何色？ダイヤモンド。ギャラクシーオパールだったら熱いんだけど。センター21？ブラディ・ディワッツ？ダイヤモンドか。キングスでオフェンスリバウンド4個取れっていうのがあったから、まあ、その時にあればありがたかったんだけどね。何さっきの今の。ということはこれダイヤモンド以上は確定か。これがピン台？アメジストどれだ？できればピン台が来てほしいんだけど、これは34。コーリー・マゲッティがあたり。ラマ・オドム。テリー・カミングス。いやいや、知らんがな。この人、バックスにいなかったっけ？確か。ということで、1枚くらいね、ピン台とか来てくれるとって思ったんですが、うわっ！おいおいおい。しかもかぶっちゃった。あの黒は何だったのっていうね。まあ1枚でもいいの来てくれたらそれで勝ちなんで、ここにかけましょう。マジかよ。ということでね、皆さん、ひどかったです。